金曜日、皆様ご覧になっていると思いますが、9時15分、サンテレビ火曜花舞台でいろいろなゲストをお招きをいたしまして、名司会をされていらっしゃいます。その加山浩二さんに本人作詞作曲でございます。この歌からお願いをいたしましょう。俺の人生、いつでも演歌。演歌一台お願いいたします。加山浩二さんです。
忘れちまったけど、まあ、ということでね、もうたくさんおしゃべりもしたいんですけどね、実はね、園田競馬で皆さんご存知ですか？園田競馬、なにわのゴン太くれというね、馬、これがね、もう走ったんですよ。で、こうちゃんの馬でございますよ。びっくりしましたね、僕も行きました。ゴン太くれ、ゴン太くれ、4コーナー、4コーナー、4コーナー、落馬しました、じゃないで、最初は3着、次は2着だったんですよ。あら、多分次は1着になると思いますわ。ないやろ。で、本当に、なにわのゴン太くれって新聞にも載ってますんでね、一つまたね、応援していただきたいと思います。こうちゃんも頑張らないと、もうあとちょっとでございますんでね、皆さんの後の一押しで、こうちゃん世に出ると思いますんで、どうか一つよろしくお願いを申し上げます。それでは、このなにわのゴン太くれ、歌の方でこうちゃん生まれたいと思います。それでは、お聴きください。なにわのゴン太くれ、やっよありがとうございました。